私たちの愛し合う、その愛の中で映画となる時、僕の身を結ぶ。指定をしていただければと思います。
どうぞ直してください。はい、ね、いや、明日アフレームというユースのイベントがあるんですけれども、そこで実は私はメッセージをさせていただくんですけれども、そのメッセージ実はね、考えてて今週もう全く同じポイントで、やばい作り出すなと思うとか今ちょっと思ってて、聞きながらだからやっぱ体の器官とかね、魔法師、まあ、僕結構セミナーを受けてきたので、それをシェアするときに結構テーマにしてこの何ヶ月かをお話しさせてもらってたんですけど、まあ、それのもう少しちょっとこう凝縮版というか、そこにフォーカスしたメッセージを、いや、ぜひユースの人たちともう一度分かち合いたいなと思って考えてたら、一緒やんと思って、もう、いや、いいメッセージやったなと思いながら、いや、でも間違えてなかったか、勝手に一人で納得して、さあ明日どうしようと思ってるんですけども、まあ、ポイントはちょっと違うんですけれども、ほぼ一緒です。もう一回しようかな、もう一回考えようかな、ちょっと今そういうところ悩んでるところなんですけど、まあ、でもそれくらい重要なところです。なんか結構今このあ、もう回ってきていただいてますねありがとうございます。捧げる行為でもうこれちょっとみんなさっきいいですか、大丈夫、まあいろいろ喋りすぎてもあれなんで、やります。心合わせてください。適当に僕は前で祈ってるわけじゃなくて、本当に皆さんを代表して祈ってますので、心合わせて祈っていただけると感謝です。祈ります。天のお父様、この日をありがとうございます。そしてこの捧げ物の時間ありがとうございます。私たちはおのおの本当に与えられたものを神様あなたにお返ししています。そうです、私たちは10分の1も捧げなあかんのではなくて、主はあなたから与えられたものは全て10分の10神様あなたのものです。アーメン。だからむしろその中で10分の9私たちに任せていただいて、そのためにどうできるのか、そのことを私たちは一生懸命祈って、またどのようにその預かったものを使っていけばいいか、それを教えてください。そして私たちもそれを聞くことができるようにどうぞ導いてください。そして今何よりもその一部を主はあなたにお返しした、お捧げした、その一部が本当に一人一人の信仰によって捧げられています。その心を主はあなたは分かってくださっています。そして今どうしても捧げきれなかった、悩んでいる者もいるでしょう。でもその心も主はあなたは分かってくださっています。その憐れみの中で私たちは生かされていますから、また次の時に私たちが本当に勇気を持って捧げることができるように、アーメン。そしてこの互いに支え合い、互いに愛し合う中で隣人を励ますことができるように、アーメン。捧げるということが本当に素晴らしいことなんだということを共に励まし合うことができるように、愛し合うことができるように、一人一人の成長を助けてください。アーメン。ありがとうございます。主を感謝してイエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。アーメン。Thank you.
お祈りして
シャロームと皆さんご唱和ください、はい、それでは